わーい、いただきます。うん、おいしい。差し入れをお豆腐屋さんで売っていたおからコロッケに決めたアラン。しかしその後に主食したある商品にドハマり。お待たせしました、揚げたての。はい、ありがとうございます。熱っ熱っ、めちゃくちゃ熱い、おいしそう。うわ、うまそう。コロコロ厚揚げ、こういうことなんですね。確かに熱そうだな。うまい、晩酌したいわ、めちゃくちゃ。ネギとお醤油も使ってくださいませ。うん、これつけるんですか。くださいませ。うわ、これめちゃくちゃうまいな。ありがとうございます。すごい、これめちゃくちゃうまい。自分用のお土産にコロコロ厚揚げを購入し、店内に戻ってみると、厚揚げ、コロコロ厚揚げ、早速食いついてきた。ビール飲みたなるやろ、こんな、うん、ちょ、1個くれや、うん。これビールあったらたまらんやろ。いただきます。うまっ本当にね、あ、うまっ。これ酒のあてって感じ、うまいわ。開けたてめちゃくちゃうまい。なんかいっぱい来たで。うまい。オーガニックベリー、ワイルドベリー、ストロベリー、レモネード。すごいですよこれ。ワイルドベリーレモネード、オーガニックの味がするんですけど、最初こうレモンがね、生でゴロッと入ってるから酸味がすごくて、でも飲んだ後のその抜けの風味のそのベリー感みたいなのがものすごい。押し付けがすげえな。押し付けが怖いの。ワイルドベリーなんだよね。そう、あ、レモネード、かっこいい、ね、オーガニックワイルドベリーレモネード。あ、曲のタイトルにしたいね。なんかね、かっこいい曲にできる。確かにパワーワードが詰まってるな。はい、ここまで。これ以上は見せられません。ジェネコーフルはアベマ限定で公開中です。続きが気になる人はここをタップしてチェックしてね。ここ、みんな絶対見てね。